終わり気になるから早く終わってほしい。終わりも気になるけど、終わっちゃったらもうそれで終わりじゃないですか。そう、だからもう絶対にレッドはランとしてでも見に行かねばと思います。ワンピースはね、あと2話で最終章に行くらしいです。だって和田さん、今年の夏は大変ですよ。25周年で映画公開に丸々記念もあります。原作は我が国にも回っていよいよですねって言ってるから、担当者の人が。最終章に入るわけですね。だからもう伏線回収ですよ、多分。伏線回収祭りで盛り上がりますよこれは、って思いますね。しかもその楽曲提供者がまたすごい、すごい、さんとかね、ミセスグリーンアップルさんとか、中田やすたらさんとか、バウンディさんとかね。7月6日かな、これ。いいね、最高じゃん。そう、最終章が始まり、最終章がすげえ長いパターンもある。でも小田先生ってね、書きたいものをその時に書くから、割とね、だってワンピースも2002年に終わる予定だったんですよね、実は。もうあれから10年だからね、私が生まれて20年だからね。2002年に終わる予定だったっけな、確か、だった気がする。今日の話に入る、気になりすぎて1ヶ月寝れない確かに。ションゴさん、ハートありがとうございます。でもそう、小田先生のことだからだし、普通に関数的にもいつも3ヶ月おきとかだから、3、4、12、年に4巻ぐらいしか出ないんですよ。だからあと2年ぐらいはあるんじゃないかなと私は思う。3年はある3年はありますね。だってホールケーキアイランドで、てか1エピソードでさ、結構ない、4巻もないかな。なんかちょっと何巻か分かんなくなっちゃったけど、すごいいろいろ楽しみですね。
全巻持ってます。でも今ねワンピースをあれで読み返してる。あ、違う、このさ最終章へってやつさ、この最終章へってやつさ、けそう鬼頭転結は鬼頭転結は多分もうこうやってこれからもうこれワンピース、ルフィがじゃあ麦わら帽子をもらいます、仲間集めます、で昇天エース死にますエース死にます、いろいろ起きます。でもエースってさ、あの時に死ぬの決めたって話だよね、知ってる？私もびっくりした、なんかそういう話を聞いたことがあるんだよね。で、あとは、結末。ゴムゴムの実がこうなって、こうだよって。この最終章へっていうツイッターの画像見ました？これめっちゃ感動しちゃった、私え、もうしかもこれルフィじゃなくてさジョイボーイだよねって思いません？このさ、この見ました、この私が今いいねした、ちょっと見えない、いいねしたこの画像、のここ、ここさ、これルフィじゃないよね、これジョイボーイだよね、ルフィに見えるけど言うて、すごい正直、いや小田さんはね描きたいものを描くからね、もう超これ描きたいからこれ描くって言うので、すごい伸びるで有名だからもうガンガン伸ばしてもらいたいまあ体調にもね気をつけつつ、ジョイボーイもそう帽子かぶってて、しかもシルエットが完全に、シルエットがさルフィじゃないじゃんこれって思うんだよね、まあ、ルフィの顔なんか顔違くねみたいな、知らんけど、そう小田さんはね、あのワンピースファンの中では有名な話です、ね、もう小田さんがすごい描きたいものを描くし、そうですごい描きたいものを描きすぎて超長引くこともあるけど、でもさ私的にはワンピース撮りましたで終わんないじゃん、多分ワンピース撮ってさ、でそっからさ多分さ各地元に帰ると思うね私は。しかもまだラブーンにも会ってないし、そうだから普通になんかフランキーがえっぐい船作ってさ、もうどこでも
どこでも渡れちゃうし、もう、もう、何て言うんだろう。ベラミーが言ったエメラルドの港、なんでしょ、都。いや、本当にね、伏線回収がね、なんか伏線を散りばめ、本当にその辺にぷわーって散りばめてあるから、それを回収しだすとなると、全然50巻ぐらい行く気がするんだけど、私的には。そう、それが叶うところまで書くと思うし、しかも、私もうめっちゃリューマが気になるんだけど、リューマっていう和の国の剣士ですみたいなのがね、スリラーバークで出てくるんですよ。そう、剣豪オールブルーム、それはもう一番最後でしょ、みんなの夢が叶うのは。ゾルって覇王色使えたっけ？使えなかったっけ？なんか剣にまとえるじゃなかったっけ、確か。なんか最近、最近ワンピースのこと調べてる時に出てきた気がする。剣にさ、こう、もわーって。エルバフとか、まあそれもそうね。ルフィが、そのまんまみんなに俺っていうか、なんて言うんだろう、何にもせずに終わるとは思わないから、なんか海賊王になった後からも長そう。ワンピース、そうだよね。逆にあっさり終わるパターンないね。だって小田先生だもん。あの小田先生ですよ。海賊王って誰が決めてるんだろうね。そのワンピースっていうのを手に入れたら海賊王だよみたいな、この世の全てを手に入れられるみたいな、この世の全てをそこに置いてきた、探せみたいな感じで、で今ね、ワンピースというものを追い求めて海賊たちがやってるわけなんですけど、フラワーショーありがとうございます。
でもさ、ロジャーたちがさ、ついてから笑ってんだよ。だからラフテルって名前つけてるから、それもめっちゃ気になる。だって小田先生だからさいい感じに、やっぱ小田先生ってすごいなって本当に思う、マジで。ニカと同じことになって、ニカの思いがルフィの子供に引き継がれるか、ワンピースに襲名するはないね。ラプルスの箱より気になる。一つ芸の秘宝だね。ラフテル。そう、なんか、ラフって笑うって意味なんだけど。本当にすごいよね。一番好きなキャラクター、サンジ。サンジです。すごいね。ジャンプはさ、分厚いしさ、重いし、私ワンピースしかほぼ読んでないから、もったいないなと思って見てない。そう、そうなりました。プリンも好きだけど、結局最近こう、なんて言うんだろう、最近ネットフリックスでワンピースのアニメをね、ずっと見てるんですけど、何編？サンジとプリンちゃん好きだから、ホールケーキアイランドは好きですけど、何が好きだろう。あ、私そう、スモーカーとサンジが好き。ちょっと変わってるかもしれないけど、スモーカーさんいいよね。わかる。何が好き？私でもインペルダウンとかも好きだった記憶がある。もう昔に見たから覚えてないけど、割と好き。いや、私空島がめっちゃ好きなんだよね。普通に、普通に、超普通に。
アイスぶつけられた時すごくかっこいい、わかる。あそこで私は普通に、いやー空島もいいけど、何が好きなんだろう、分かんないな、全部面白すぎて分かんないけど、空島と、空島とウォーターセブンも好き。いや、NS ロビーも好き。空島、空島は夢が、私あの普通にエネルがちょっと好きなだけなんですけど、NS ロビーかな、一番好きなの個人的には。いや空島ってさ、意外とさ、うん、意外と夢が詰まってるよね。和の国はね面白いね。バロックワークスしか勝たん、我は雷、雷とかは過ぎた、え、間違いない。そういいよね。ニエスロビー、かもしれない。一番今まで泣いたのは、いや、あー、微妙ですね。全部そう、そうなの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 。ナビ、ナビって今日もう日本語終わってんな。ナミの出産、なんか出身地も分かってないから、それもなんかね、いろいろ見てます。あの考察を見るのが好きで、人が考察したやつを。そうだから波もめっちゃ気になる。小田先生って意外にどこから王道な伏線の引っ張り方もしますけど、え、そんなとこからってとこも引っ張ってくるから、すごいよね。私ゾロのさ、霜月系のところ。ゾロがさ、なんて言うんだろうね、こうジジイ、下月村の時にジジイって呼んでた人が、実はすんごい刀鍛冶で、でそっからブワーって回想シーンが出るじゃん。クイナの和道一文字だったり、三代鬼徹のとこだったり、下月コウサブローだっけ、漫画家は全員天才、間違いない、本当にそう。こんなにさね、天才だよね、本当に。
クイナ生きてる説。でもそれすごいいろんなところで見るけど、やっぱさ小田先生ってさ、死んだか分かんない人はたまにこう急に登場するじゃないですか。けどクイナってさ、もうさお墓とかこうやってさ、はいもう亡くなりましたよっていうのを見せてるから、私登場しないんじゃないかなって思ってる。三色黒ひげに負けるそう予想あるけど、もう黒ひげわかんない、そんな太田先生にしかわかんない。エソップはガム家族内でいるストーリーはよ。確かにね、再会もしてほしいしね、そことそこで。でも私あれがめっちゃ気になる、レベリーでさ、黒ひげガラスボス、レベリーでさ、新刊のレベリーって知ってる？なんか本当に一瞬その頃世界レベリーではみたいな感じでもうふわって流れたやつなんだけど、確かね、私が見たのは。これじゃないんだよな、これだね、レベリーで、レベリーでさ、ファファってささって出た、はいこの時期にレベリーが合ってましたみたいな感じのパッて出たやつなんだけど、普通にあの革命軍の人たちとか、そうサボがどうかなったみたいな、サボがどうのこうのみたいなね。で風車村の牧野さんとか、あのあとダダンとかがの反応とかによってサボが死んだんじゃないかみたいな、あるじゃないですか、なんかそんなやつ。そう。でも死者が出た。議決結果、未遂事件みたいな。で死者が出たって言った後に、あのアラバスタの事件が、アラバスタに関する事件が起きたよみたいな。で。アラバスタの人たちがめちゃめちゃ泣いたりとかしてるシーンがファーって流れたんですよ。そう。それからもうそこが気になって。ワンピース最近のジャンプ漫画より死ぬ人少ないらしいけど、どうやるね。最近のジャンプ漫画がさ多すぎるだけだと思うんだけど、私はね、すっごい多いよね。でもそう、ドラゴンとか革命軍の焦り とかを見ると危機的状況じゃないかな、サボはみたいな。
だからドラゴンの戦闘シーンが見れるんじゃねみたいな見解もあったりするらしい。でもさ、大事件を起こすの、大事件を起こすのはまだ先の話みたいなさ、シーン あるじゃん。知ってる？ワンピースの麦わら大船団が一大歴史に名を残す一大事件を起こすのもまだ先の話みたいなやつがあるんですよ、確か。そうなのよ。800話ぐらいのまだ誰も死なない物語って書いてあるから、それがもう起こってくるんじゃないかと私は思っている。もうちょっと、そう、事件です。この先括弧に成長を遂げ、いずれ世界に名を残す一大事件を引き起こすのだが…今はまだ誰も死なない物語っていうセリフが入ったところがあるんですよ。そう、だからめっちゃ気になる、そこの。そう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 、だから歴史名を残すって言ったらもう頂上戦士を超えるんじゃないみたいなって思ってるけど、59分だからランキングもね。13MT0732、横山さん、11ヨンミンさん、10位久志さん、9位ジョークスノーさん、8位マサヨスさん、あ、じゃあ大木マサヨスさん、7位ピンシアさん、6位ジャリングさん、6位ツーリンダルマさん、4位ヒデジロさん、3位エンチョさん、2位タラバガニさん、1位アネさん、みそこ最高でした。ということで、ワンピースのお話で終わっちゃいましたけど、青木何して、私も青木氏好き、割と。なんかこうね、いいよね、わかる。じゃあ1913人、ありがとうございました。おやすみなされ。それではバイバーイ。